なぜカザフスタンって国は世界で9番目に面積がでかいのに人口が全然いないのか。まずカザフスタンって国って古代からヨーロッパと中国をつなぐシルクロードという道路が通ってたおかげで貿易で繁栄してきたわけなんですけど、近現代に起きた悲しすぎる2つの歴史が原因で今は人口全然いないんですよね。でまず1つ目の理由がソ連でして、そもそも19世紀からカザフスタンってロシアに段階的に征服されており、もともとカザフスタン住んでた人って遊牧民だったんですけど、恐怖政治の象徴スターリンによって無理やり定住化させられ、なんと反抗した者に対しては国外へ追放され拉致させられるというヤバい状況に追い込まれていったわけです。そして二つ目の悲しすぎる歴史がなんと自由経済でして、カザフスタンは1991年にソ連崩壊で独立を果たしたわけですが、ソ連の社会主義時代には国家が経済全体を管理してたので、突然自由主義に移行した瞬間物価が高騰し、国営企業が一斉閉鎖、失業者が大量に出てしまうという最悪の状況に陥ったんですよ。そしてソ連時代先住民であったカザフスタン人の人々が政治の中心を担えなくなった結果、外国からねいろんなね民族が来てしまったため、差別や貧富の差が大きく広がる原因になってしまい、出生率がなかなか伸びていかなかったんですよね。でね、現在は少しずつ経済が安定してきて人もちょっとずつ増えてるみたいなんですけど、もともと遊牧民だった原因が自然環境でして、夏の気温は40度近くになるのに対し冬は30度以下になることもあり、農業や移住に1年適した場所はなく、今でも人口は増えにくいわけです。で行ってみてください。よっしゃ、明日。